モデルの小島春菜が、1日放送のフジテレビ系、有吉の冬休み2023密着77時間 in 沖縄、夜9時に出演。自身の結婚について考えを明かした、小島春菜、結婚に対する心境を明かす自身のプロデュースするブランド、ハーリップと、が好評を博し、代表取締役 CCO としても多忙な毎日を送っている小島。お笑いタレントの有吉弘行から、小島さんの仲が良いメンバー二人とも結婚したね、と、AKB48 時代のユニットノースリーブスで、共に活躍したタレントの高橋みなみと峯岸みなみの結婚について振られ、小島の結婚が一番最後だという言葉に、確かに、としみじみうなずいた。自身の結婚について、仕事でいっぱいいっぱいなので、と話す小島だが、今は仕事に向かう気持ちが大きいものの、タイミングがあれば、と、結婚には前向きな姿勢であることを真剣な表情で打ち明けた。バル、小島春菜、アイドル時代と変わらぬパフォーマンスまた、新年会の、初おろし芸、では小島が歌を披露する場面も、小島社長、お願いいたします、の掛け声とともに、AKB48 時代のチェックの衣装に身を包み、今年の干支であるうさ耳をつけて舞台に姿を現した小島。可愛らしい笑顔で手を振る小島の姿に、あの頃、AKB の、と、会場は大きな歓声と拍手に包まれた。盛り上がっていきましょう、と、小島が AKB48 の人気曲、ヘビーローテーションを歌い上げると、現役時代と変わらぬパフォーマンスに、可愛い、最高、素晴らしい、と次々と称賛の声が送られた。小島春菜のパフォーマンスに反響続々小島の現役時代を彷彿させるパフォーマンスに、ファンからは、めちゃくちゃ可愛い。眼福、久々の AKB 衣装。懐かしい、小島春、小島の愛称、のヘビーローテーションが聞けるなんて最高、余裕でアイドルに復帰できるほど可愛いよ、可愛さ最強レベルじゃん、と、続々と反響が寄せられた。